わらびんチャット始まるよ。大きくなったら何になりたい？美容院、髪系のが好きだ。今自分の髪も、うん、子供の体シリーズ、歯のお話。今回は歯のお手入れ実践編です。虫歯になりやすい歯と歯の間を歯間ブラシを使ってケアしていきましょう。奥歯の歯と歯の間っていうのは虫歯になるポイントだという話を、したんですけども、歯ブラシの毛先が届きにくくて、歯ブラシだけを使ってこう5分も10分も磨くということはあまりお子さんの場合現実的ではないと思います。なので、歯と歯の間にもう1回糸ようじを通してしまった方が、効果的と実用的だと思います。はい、しんくんゴローンして。まずは歯磨き。はい、ゆこうさんです。歯ブラシは鉛筆を持つように持ってもらって、細かく動かしていきます。一筆書きのイメージで、外そっとそっとそっと噛み合わせ、内側の順で磨きましょう。磨き方を決めていないと、奥歯の噛むところばっかり、歯磨きをしていたり、反対側を磨いたりして、なかなか前歯は磨き忘れていたよということもありますので、磨き残しを少なくするポイントになると思います。そして歯間ブラシ、人差し指と親指で軽く持ってください。右の方をやるときは右手に持ってもらって、押すのではなく細かく横にキコキコと動かして入れていきます。左側をやるときは左手に持ってもらってやる方が、やりやすくなります。うがいをした後、虫歯予防に効果的なのがフッ素。歯ブラシの毛先に豆粒ぐらい取るようにしてください。奥歯の、方から塗っていきます。はい、あーしてください。奥歯を先にタッチして全体に伸ばすだけで OK です。唾に混じれば効いてきますので、30分はうがいしないように、それが注意点です。歯の、生えたてというのは、乳歯も永久歯も柔らかい状態になっています。フッ素を使うことによって、歯の表面のエナメル質が、強化されて、硬くなる時間を短縮することができます。